ツイステサイコ診断。皆さんこんにちは、スミノフです。今回の診断では皆さんのサイコパス度合いを測って、ヤバいやつらの代表格オクタミネルの3人のうち誰に一番近いのかが分かってしまう素晴らしい診断となっております。診断が終わった後は結果をコメント欄に書き込んだり、お友達にもシェアしてみてください。問いは全部で3問。それでは参りましょう。続いてサイコ診断スタートです。第1問。陰であなたのことを悪く言っている人がいました。それに気づいたあなたは、1. 正面から問い詰める、 2. こちらも相手の悪口を言いふらす、 3. 相手が不幸になるように呪う。以上3つの中から一番当てはまるものを選んでください。まあ素晴らしい性格の皆さんのことですから、選ぶのもためらうかもしれません。その場合は強いて言うならこれかなみたいな感じのを選んでください。さあそれでは回答に参ります。1番を選んだあなた、サイコポイントプラス0。2番を選んだあなた、サイコポイントプラス10。そして3番を選んだあなた、サイコポイントプラス20。こんな感じで問いごとにサイコポイントがプラスされていきますので、合計ポイントを覚えておいてください。それでは第2問。砂漠で今にも倒れそうな青年を見つけたあなた、ですがあなたの持っている水分や食料もあまり余裕はありません。さあどうする。1. 相手がお金を持っているなら助ける。 2. ひもじい思いはしたくないので助けない。 3. 見殺しにして金品だけ奪う。以上の選択肢からどれか一つ選んでください。さあ自分の命が助かるかどうかも怪しいこの状況、皆さんならどうしますか。それでは回答に参りましょう。1番を選んだあなた、サイコポイントプラス10。2番を選んだあなた、サイコポイントプラス0。3番を選んだあなた、サイコポイントプラス20。第3問。幼なじみの A 君に思いを寄せるあなた、ところが親友の B ちゃんに A 君との仲を取り持ってほしいと言われました。 A 君はあなたと B ちゃんどちらにも好意を持っている様子。さああなたならどうする。1. 抜け駆けして A 君と付き合う。 2. ごめん私たちもう付き合ってるのと嘘をついて B ちゃんを諦めさせる。 3. 私も A 君のこと好きなんだと言って真っ向勝負を挑む。さあこの現実でも起こりうるシチュエーション、あなたならどうする。それでは早速回答に参りましょう。1を選んだあなた、サイコポイントプラス10。2を選んだあなた、サイコポイントプラス20。3を選んだあなた、サイコポイントプラス0。皆さん診断お疲れ様でした。それでは最後に合計のサイコポイントで皆さんのクラスが決まります。それでは結果発表です。サイコポイント0から10ポイントのあなた、フロイド級です。一見ヤバそうに見えて実は一番まともな性格、ムカつくやつはだいたい正面から締め上げる、そんな皆さんはフロイド級です。それでは続きましてサイコポイント20から40ポイントのあなた、アズール級です。なかなかに計算高く少々サイコな気質が見られます、そんな皆さんはアズール級です。それでは最後サイコポイント50から60のあなた、おめでとうございます、ジェイド級です。おそらく自他ともに認めるであろう最高部最高、実はオクタで一番ヤバいやつジェイド級があなたにはぴったりです。さあというわけで皆さん今回もお楽しみいただけましたでしょうか。まあ今回は質問も回答も結構最高寄りに作られているので、診断結果はあまり気にしないようにしてください。今後もこのように素晴らしい診断を作っていきますので、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。スミノフでした。